皆さんこんにちは、ルカです。今日は BTS シリーズ第6弾テテさんの動画です。テヒョンさんの動画になります。この動画はいつものメッセージの動画と違って完全にエンターテインメント、私の趣味の範囲で行っております。こちらにね、端っこにファンクラブグッズ登場しているんですけれども、これ以外に BTS の写真だったりとか新しい情報とかが出てくるっていうことは一切ありません。あくまでエンターテインメントとして楽しめる方だけご視聴をお願いいたします。もしね、純粋に楽しめないっていう方はこのままねブラウザバックしていただいて結構です。はい、ね、テテさん、テヒョンさん、V さんなんて呼ぼうかなって始まる前からね思ってたんですけど、実はテテさんの動画を撮るの一番緊張していて、私の推しなんですね、テテさん、テヒョンさんは。で、テヒョンさんってもともと結構わかりやすい人でもあるんですけれども、私テヒョンさんをオンの MV で見た時にバチンってなんか目があって、その時にもうなんか雷に撃たれたまま飛ばされて鉄塔に突き刺さったぐらいの衝撃、すっごい衝撃を受けて、もう一目惚れですよね、完全な。でもなんか現実を忘れるぐらいテテさんにのめり込んで BTS の動画を見漁ってそしたらね、なんか共通点がねいっぱい出てきたんですよね、テテさんとの共通点が。好きな食べ物だったり嫌いな食べ物だったりね、雑誌のインタビューで語ってる仕事感だったり、なんかそういうものがたくさん出てきて、なんかすごく似てるなーっていう風に思ってて、でなんかこう一回見ない日があったんですよね、 BTS のことを。一日だけ今日はちょっと BTS だちと思って見ない日があって、そしたらねテテさんが夢に出てきてくれて、おーっと思って、でもなんかそういうことがたくさんあって、で何かねその共通点というかシンパシーを感じるというかね、はい、たくさんあって、で、ある日ね、サイキックの先生に聞いたんですね。そしたら、テテさんと私、過去生でちょっとご縁があるようで、はい。ありがたいことにね、本当かどうかわからないんですけど。で、別の先生にも聞いたら、やっぱり過去生でね、少しご縁があるっていうふうに、おっしゃっていただいて、で、なんかね、テテさんと本当に不思議なご縁があるなーっていう風に思います。見ているだけで、こう、いろんなね、感情が分かったりとか、みんながね、なんかこう、ハテナってなってる、テテさんの行動が、なんでハテナになるのかなっていう、私分かるけどな、みたいな。なんかそういう風な感じで、こう、なんかすごくね、私にとっては、身近に感じられる人なんですよね。本当に身内のような、双子の弟みたいな、そんな感じでテテさんを見ています。テヒョンさんの方がいいですね、呼び方が。テヒョンさん、うん。テヒョンさん、すごく、純粋で、真面目で、アクセルを踏んだらね、すごい踏み込める人なんですけれども、アクセル踏むまですごい時間かかる人ですよね。自分でもおっしゃってましたけど、うん、何かするのに時間がかかる。始めるまでに時間がかかる。で、気が乗らないとやらない。で、これも本当に似てるなーって思って、私、このオラクルにハマってからはずっと、毎日オラクル撮って編集してっていうね、動画撮って編集してってやってるんですけど、多分ね興味が湧いてたのはね、もうねだいぶ前なんですよね、十何年前とか。はい、オラクルカードっていう存在を知ったのもだいぶ前でっていう風な、なんかね共通点が多すぎるぐらいあって、ほんと違うところを探す方が難しいっていう風に自分でも思ってたら、なんか他の人からもそう言われたりとか、アーミーのねお友達に会った時にやっぱ雰囲気ちょっとテテに似てるよねっていう風に言われたりとかね、嬉しいことにね言ってくれる方もいらっしゃったりとかします。はい、で私心の彼氏はナムさんなんですけれども、テテペンですどっちも怒られそうどっちも怒られそうですけど、心の彼氏はナムさん、テテは双子の弟っていう風にこう接しています。うん、楽しく、はい、なんかねこう
BTS のメンバーたちは本当にこう身近なアイドルで友達のようにそばにいてくれるので、なんかね頭の中で会話が始まっちゃったりするんですよね。その時にテテは結構ね、ナムテテはこう優しい組っていう感じなんですね。毒舌組はサムジェの3人シンの2人はなんか優しく見守って、ジンさんはたまに面白く突っ込んでくれるし、ユンギさんは切れて見てるし、ナムテテはいつも、味方をしてくれるんですけれども、なんかね、こう、ちょっとね、二人とも天然なので、かばってるのか、かばわれてないのかわからないみたいな、そんな感じの会話になっちゃうんですよね。うん。で、多分人間を大きく、64分割ぐらいしてもナムテテと私は同じところにいるんじゃないかなっていう風に勝手に思ってますね、1億人ずつぐらいに分けた時に70分割ぐらいした時にも同じぐらいのところにいるんじゃないかなっていう風に思います。もしかしたらね、テテさんとはなんか今パッと1000っていう数字が浮かんだんですけど、1000人ぐらいずつに分けたとしても同じグループにいるかもしれないっていうぐらい似てます。うん、ほんと共通点が多いですね。なんか、ほんと好きなものとかもね、よく似てたりとかするんですよね。違うのは顔。とりあえず違うのは顔。顔は全然違う。性別。背も高いね、テテは。違うところもいっぱいありますよ、もちろん。違うとこだらけなんですけど、似てるところも本当にたくさんあります。なんか人間ってね、似てるって思ったら似てるところがたくさんあって、違うって思ったら違うところばっかりなんですけどね。私はテテペンで都合よく考えたら、テテと似てるところが本当にたくさんあるなぁと思って、はい、おります。うん。テテさんね、なんかね、好きなところとかって聞かれるとね、本当にね、困るぐらい、もうテテさんなんですよね。なんかね、7人でいるところを見てても、テテだけね、ちょっとサーモグラフィーが赤く見えるっていうんですかね。なんかね、ちょっと温度が高いような感じなんですよね。なので、こう、最初ね、ダンスプラクティスの動画とか見ても、誰が誰かいまいちわからなかったんですけど、なんかテテだけこうちょっと温度が高く見えるんですよ。だからわかるみたいな、そんな感じでした。存在感がすごいある。存在感がある。そこだけ温度が高いんです。熱を感じるというかね。そんな風な人ですね、私にとっては。で、やっぱり、私の人生の中で、BTS との出会いっていうのは本当に大きなことで、自分をさらけ出すとか、自分のことを大事にする、愛していくとかっていうのも、BTS からね、教えてもらって、おかげで、仕事をね、辞められたりとか、卒業できたりとか、自分のね、興味のあることをどんどんやってみようって思ったりとか、はい。で、いろんなね、アミ友の、との出会いとかね、たくさんのものを本当に与えてくれています。なのでね、本当7人には感謝していて、もちろんテテにも感謝しています。はい。あ、もう、いつもの癖でテテって言ってしまった。呼び方ちょっとコロコロ変わるかもしれないんですが、お許しください。私はもう、多分感極まってくると叫んでると思います。てててててって。いつもね、コンサートとかね、ライブのね、私はコロナになった頃に、ちょうどオンからだったので、オンのね、てて最初、バッて出てきた時にね、こう、目があって、そこで、こう、雷に打たれたので、その時からだったんで、ワールドツアーが中止になったりとかね、したので、コンサートには一回も行けてなくって、ずっとオンラインで見てるんですけど、その時もね、もうなんか泣きそうになるんですよね、いつも。でもね、テテがね、本当に辛そうな顔をしていたりとか、ちょっとね、心配な時期もあったりとかしましたね。なんかこう、熱愛の騒ぎとかもあったんですけど、私は全然信じてなくって、
なんかこう、そういう風に見たい人がこんなにいっぱいいるんだっていう、テテの熱愛を望んでる人っていうのがこんなにいっぱいいるんだっていう風に思って、すごくびっくりしたのを覚えてます。なんかね、ちょっとね、変わっちゃったって言われることもあるんですけど、なんか人間ね、誰しも変わっていくので、別にそれは、私も変わったなとは思いますけど、変わらず好きだし、それってなんか、別に変わって好みと違うんだったら別のとこ行けばっていう風に思っちゃってて、ね、テテがそう思ってるかどうかわからないですけど、みんながね、そう思ってるかどうかわからないですけどね。はい。私はそういう風に考えています。はい。前置きがね、すごく長くなっちゃった。この BTS の動画ね、撮るといつも長くなるんで、ちょっとサクサク行こうと思ったら、ナムさんの時サクサク行きすぎて、なんかすごい短くなっちゃったりして、みんな人によってね、ちょっとバラバラなんですけど、ちょっとね、テテさんも進めていきたいと思います。そしたらね、お手伝いしてくれるカードたちを紹介します。まずね、テテさんはクマ。最近クマさん多いですよね。で、虎がなかったのでライオン代わりに出しました。はい。まずね、テテさんといえばっていう感じの2枚を出しています。はい。それからね、こっち、これね、ホーク、鷹なんですけど、これがなんかテテさんに見えたんですよね。わしのカードもあったんですけど、でもこっちだなと思って、はい、これにしました。で、あとね、これはね、ちょっと私の個人的な感情なんですけど、私本当にテテさんと会った時に、電気ウナギに噛まれて、雷に打たれた挙句、鉄塔に突き刺さって、そのまま沼に沈んだような恋をしたっていう風にね、思っていて、これ、適度に気持ち悪くて好きなセリフ、好きな表現なんですけど、私、結構動画では、かしこまって喋ってて、まだまだ緊張が解けてないんですけど、すごいね、おバカなんですよね。で、本当電気うなぎに噛まれて、雷に打たれた挙句、鉄塔に突き刺さって、そのまま沼に沈んだような恋をしました。テヒョンさんに。なので、電気うなぎにも来てもらいました。はい。では、始めていきます。そしたらね、このカードちゃんたちはちょっとこっちでいてもらって。見えるところにいてほしいな。はい。そしたらね、テテさんの2023年と、それから、まあ、テテさんのね、ご自身で考えられている思い、はい、今年のテーマだったりとか、あとはね、ご自分の使命とか、それから、自分のことを考え、どう考えているかとか、メンバーがテテさんのことをどう思っているかとか、あとね、テヒョンさんがアーミーたちのことをどう思っているか。はい。アーミーは友達って言ってましたけどね。そこのところをちょっと掘っていきたいと思います。ではまず、2023年今年のテーマ、テヒョンさんはどう考えてらっしゃるんでしょうか。見ていきます。見ていきます。なんか張り切っていこうっていう感じですね。なんか、月かな？月ですよね。月のカードと、あとそれからね、後ろの方にも光がある。なんかほんとね、テテさんの、テテさんって、なんかこう、表情とか、すぐコロコロ変わるので、深読みされがちなんですけど、本当に素直なんですよね。何にも考えなくていいんですよ、テヒョンさんを。なんか深読み、できる、もんなんだなーっていう感じで見てしまいます。そういう方の意見を悪いって言ってるわけじゃなくって、まあ悪いって言ってんのかな。で、そのまま素直に撮ればいいのよって思ってしまいます。そのまま素直に撮ったらいいっ
ていうふうに私はいつも思ってて、テヒョンさんの行動には裏表もなくって、楽しい時は楽しい、楽しくない時は楽しくない、やりたくないことはやりたくないし、やりたいことはどこまでもやりたいっていう感じなんですよね。だから、こう、期限とかを決められるとすごい困るタイプ。うん。で、いつかやっといてねって言われても困るタイプ。難しいタイプ。ある意味ね、すごく純粋で子供なところがあるんですよね。大人になりきれてないというか、社会人っぽくないというかね。はい。で、ちょっとね、このカードから来るのは、社会人的な威厳を持つというか、大人としての威厳を持つというか、そういう風なメッセージ性もあります。で、やる気を出していこうっていう風に思われてますね。はい。で、自分の中の才能を、こう、活性化させていこうっていう風に思われてます。で、ミックステープもね、長いことこう、作業されてるっていう風に、ね、おっしゃってるんですけど、時々ね、聞かせてくれたりも、ありますよね。で、それもあるけれども、実際ね、消してしまったりとかもしてるって言ってたんで、本当にね、納得がいくまでやりたいけれど、やっては消し、やっては消しってしてて、で、なんかこう、形になってるのに、それを消してしまって、なんかその辺がちょっと子供っぽいんですよね。こう、積み木か、ね、こう積み木でせっかくこう高いお城みたいなのを作ったのに、それをガチャーンってやってしまうところまでが、子供って楽しいみたいなところが あるじゃないですか。それと同じような感じで、なんか楽しいとは思ってないけど、なんか納得いかない、もうこれやめみたいな感じでバッて消しちゃうみたいな。で、なんか自分に課す目標がすごく高い人でもあるんですよね。うん、すごくね、これを目指してるんですよ。自分はね、こんなに大きい才能とか、できることっていうのを持ってるのに、そのね、さらに奥にあるこのね、この星を目指してしまう人なので、はい。なのでね、なんかね、しっかりしているんだけれども、ちょっと、不安定なところというかね、大人になりきれないというか、うん。でもね、そこがね、彼のすごくいいところなんで、私は大好きです。はい。ねえ、手に見えてきた。もうね、ちょっと私、テテさんに関しては病気みたいになってるんで、はい、すいません。そしたらね、次に、テテさんご自分が考えてる使命について聞いていきます。はい。もう一枚もらいます。飛んだよ。はい、じゃあこれでいきましょう。これね、仲間意識っていうカードなんですよね。何かしらのコミュニティに所属するっていうカードなんですけど、なんか一つ思うのは BTS であることが僕の使命だっていう風にも聞こえるし、人と人とをつなぐのが僕の使命だっていうのも聞こえます。キムが通れば縁ができるっていう風にテヒョンさん言われてて、で、なんか本当にこう、一時ね、そう言われるのが嫌だったっていう風な発言もあったんですけれど、でもね、実際多分テヒョンさんって初対面の人に物おじしないタイプなんですよね。仲良くなりたい、可愛がってほしいって思ったらスッと懐に入っていくし、主張もしないし、かといってで、へりくだったりもしないみたいな、すごく自然体で付き合いやすい人だと思うんです。なので、なんかこう、ご縁をこう集めてくる人というか、まあ、自然とね、テヒョンさんの周りってこう、居心地がいいんですよね。で、多分ね、あんまり合わない人同士の間に入っても、テヒョンさんがいると、こう、うまく進むというか、
そういうことがあるんじゃないかなって思います。なので、こうね、テヒョンさんの、ポワンとした感じというか、自然体の感じが、こう、グループの中で、いいクッション役になってるんじゃないかなっていう、テヒョンさんがね、特に仲裁をしたりとか、そういう感じでもないんですけど、そうじゃなくって、こう、いるだけでいいというか、いるだけで、テヒョンさんがいるだけでちょっと空気がね、柔らかくなるというか、安心感が出るというか、彼がある意味みんなのこう乗り役というかこうねくっつける役、クッション役、喋らないクッション役っていう感じなんですよね。本当になんかさえずってるだけで心が落ち着くというか、なんかねテヒョンさんの言動によってみんながこう微笑ましい感じになるというかね、そういう風なメッセージが来ていて。で、テヒョンさんもそれをご自分の使命だと思っていると。人と人とつなぐこと。あとは、もう平和。平和主義な人なので、本当にね、ジンさんと一回ね、すごい喧嘩しているというかね、言い争っているのが、ドキュメントでね、撮られてたんですけれども、そういうね、仕事の意見のぶつかり合いっていうのはあったとしても、テヒョンさんね、決してその意見をぶつけ合いたいというよりは、自分はこうしたいっていうのを、ジンさんだったから主張したんじゃないかなっていうのも思うんですよね。で、ジンさんって多分テヒョンさんにとってはとても居心地のいい人で、何でもね、こう、そうだね、そうだねって言って、こう意見を取り入れてくれる人だと思ってたんじゃないかなって思うんです。で、そのジンさんから、こう、バッて言い返された時に、テヒョンさん本当に、ってなってこう泣きそうになってるのをねナムさんが抱きしめたりしてたんですけど、なんかこう、とにかくもうみんなが仲良くなれるんだったら僕はちょっとぐらい我慢してもいいっていう感じなんですよ。僕自身の意見はもうそんなに重要じゃないからっていう感じで、なんかみんなが仲良くいることが一番大事だからって言って、僕がどうしたいとかっていうより、みんなが一緒にいることの方が大事でしょうって、7人仲良しの方が大事でしょうって。でね、ウガファミリーの兄さんたちの中でも結構やっぱりクッション役なんですよね。弟で、テヒョンさんはすごくね、場の状況、全体の状況っていうのを考える人です。で、その中で自分がどういう風なキャラクターでいたらいいのかっていうのを、こう、ちゃんと考えられる人なんですよね。なので作ってるわけじゃないんですけれども、やっぱりクッション役というか、可愛い弟役が欲しいんだったら、まあ、実際ね、可愛がってもらうのも好きですし、年上の方も好きなんで、万年役っていうのを、やってみたかったっていうのはあると思うんですけど、その中で、こう、ね、可愛がってもらうっていうのが、すごくお気に入りポジションでもあるし、万年とは、っていうのを自分なりに考えてそういう風に振る舞ったりとか、あとねやっぱグループの中ではジョングクさんとねすごく二人の組み合わせが人気だと思うんですけど、まあ一応ねジョングクさんのこう理解者というかね年の近いお兄ちゃんとして振る舞っているところとか、なんかそういう風なところとかもね見え隠れしますよね。はい。なんか、テテさんらしいカードが来ました。もう一枚見ていきます。はい。レインボーブレッシングス。ブレッシングスはシャーリングユアライフ。へぇ、これが逆できてる。なんかね、これね、虹の祝福があなたの人生、に降り注ぐ、まあ、この表で来てたらテヒョンさんの人生に降り注ぐっていうことなんですけど、逆で来てるんでテヒョンさん自身がみんなにその祝福を振りまく人、まあ愛を振りまく人ってことですよね。愛を振りまく人だ、テヒョンさんだ、わーテヒョンさんのカードですよ。愛を振りまく人ですテヒョンさんは。本当にそう。そのね、私のサイキックの先生がね、私とテヒョンさんは、この同じ使命を持ってると、みんなに愛を振りまくことが、私とかテヒョンさんの使命だっていう風にね、言われたことがあって、あ、なんかまさにそれだ。愛を振りまく人です、テヒョンさんは。
ね、さっきも言った通り、テヒョンさんがいるだけでね、場が和むんですよね。気も利くしね。BTS はね、なんか家族みたいになってるんで、家族の中ではね、意外と何もしないっていう。でも、ウガ兄さんたちのところではね、結構働き者ですよね。それ、場の空気読んでるんですよ。天然なとこはもちろんあります。勘違いしてることもあるし、知らなかったこともあるし、気づかない時もあるし、何かに集中しててね、人の話聞いてないこともあるんですけど、テヒョンさんは、結構ね、ちゃんと考えてますよ。ね、そんなテヒョンさんがね、2023年すごくやる気になってるので、楽しみですよね。そしたらね、テヒョンさんがご自分のことをね、どう考えられているのかっていうのをカードを聞いていきます。はい。愛を振りまく人ですよ、テヒョンさん。まさにですよね。ほんと、なんかテヒョンさんみたいな人ばっかりだったら世界は平和なのになーって思ったりします。でもね、何も進まないかもしれないからね、やっぱいろんな人がいるっていうのは素晴らしいことなんですよ。そしたらね、もう一枚もらいます。はい。では見ていきましょう。はい。あ、なんか本当の姿を見せていくって。動いていくって。動く。動いていくよって。動いていくカードが来ましたよ。あとね、なんかこう、このカードもね、ここ、はい、あって、この光と影みたいな感じなんですよ。で、みんな、テヒョンさんだけじゃなくって、表と裏っていうのを持っていて、でもね、テヒョンさんは裏の部分も見せていくって、僕の心の中も全部見せていくよっていう風に言ってます。で、全身全霊で動いていくっていう、ことを言ってます。なんか変化のね、数字が33っていう変化の数字も来てますしね、素敵だわ。自分のことを光と影のある人、二面性のある人だっていう風に言ってます。なんかでもそれを見せてないわけじゃなくって、どっちも見せてるんですよね。表も裏も全部見せてます。で、すごい集中して、ダンスのね、練習とかは結構力抜いてやってるけど、なんか本番ね、本当に何か憑依したのかっていうぐらい気合い入ったダンスしますよね。なんか、どっちもテヒョンさんなんですよね。その集中力も、そのだらけ具合も、その集中してる時の集中力って本当にすごいものがあって、なんかもう誰も話しかけられないみたいな、そんな感じなんですけど、やらない時って本当に一日中ベッドの上でゴロゴロできちゃうタイプだと思うんです。なんかそれぐらいね、二面性を感じるんですけど、ご本人もそう思ってらしたんだなっていう感じですね。なんかそんな感じ。ここでね、光と闇が分かれてて、ね、このアヒルの部分、アヒル？白鳥の部分と、白鳥の姿もあるし、このね、女性の姿っていうのもあるし、でもね、どっちもね、テヒョンさんなんですよ。で、ご本人もそれをちゃんと分かっていらっしゃる。光の部分と闇の部分があるっていうのを。アイドルの人たちね、BTS の方たちはわりかしね、心の中も明けっぴろげに見せてくれる方なんですけど、テヒョンさんは、そうですね、なんか結構二面性がある、なんか聞こえ悪いですけど、本当に極端な二面性をお持ちの方だなっていうふうに思います。それもね、よくわかります。で、どっちも本当にご自身の気持ちなんですよね。保っていられないというか、気分や気まぐれ。はい。そんな感じです。やりたくないとか、やりたいとか、日によってね、なんか食べたいものが、
ね、コロコロ好きなものが変わったりとか、そういうこともされるので、なんか今日はこの気分じゃないなとかね、結構ね、保守的な部分もあれば、なんか斬新なところもあったりとかね、なんか不思議な、ほんと不思議な人ですよね。それが不思議に見えるんでしょうね。うん。あとね、もう一枚来てます。はい。知恵のカードなんですけど、結構ね、これは、そのまま知恵っていうよりは、この絵なんですよね。海の中の絵なんですけど、すごく深い心をお持ちなんですよね。すごく深い思考をお持ちで、ご本人もそれを、実感されてるというか、認識されているようです。で、いろんなことを考えちゃうんだよねっていう風に来ますね。で、これね、テヒョンさんの、象徴なんですけど、なんかこういう風にこう自分の頭の中でこう遊ぶのが好き？妄想というか、私がさっき BTS と会話しちゃうんだよねって言ったみたいなことをテヒョンさんも多分されてるんだと思います。今日ナムさんとジンさんがこんな話しててとか、ホソクさんとユンギさんがこうしててとか、なんかね、ジョングクが一人で何かしてたとか、なんか、こうね、心の中でいろんなことを考えてる人、雑念っていうわけじゃないんですけど、性格診断の動画で、瞑想をするっていう風におっしゃってて、で、実際ね、されてると思うんですよね。頭を空っぽにしたりとか、こう、頭を空っぽにしつつ、心の中にこう、ずーっと入っていって、何かね、面白いことを考えたりとか、その、現実と妄想の区別がね、ちょっとつかなくなっちゃったりする時もあるんじゃないかっていうぐらい、多分、いっぱい考えられてます。彼はね、ぼーっとしてるのは一秒もないと思いますよ。うん。彼は本当にいつも何かしらを考えてます。誰かの何かの一言がパッと引っかかってそこからぐんぐん掘り下げて考えてます。だから他の人の話を聞いてないことはあるんですけど、決してぼーっとして聞いてないわけじゃなくって、眠たくて聞いてないとかじゃなくって、本当に自分の中でいろんなことを考えられている人です。うん。それが出ましたね。はい。ね、なんかどっちもテヒョンさんらしいなーって私は思います。はい。そしたらね、BTS のメンバーたちがテヒョンさんのことをどう見てるかっていうのを聞いていきます。はい。もう一枚もらいます。はい、では見ていきましょう。なんか似たような感じですよ。なんかね、優しい人、愛の人、優しい人、なんかそんなイメージがきます。なんかこうね、ここに書いてあることはね、ちょっと違うんですけど、なんかね、テヒョンさんの愛で育まれている人たちがたくさんいるっていう風に思ってる。で、メンバー自身も、テヒョンさんにね、の愛で、こう育てられてるというか、なんかこう滲み出る博愛精神みたいなものだと思うんですよね。で、テヒョンさんね、ご自身も言ってらしたんですけど、水の人なんですよね。で、これね、両方とも雨が降ってるんですね。こっちも雨が降っていて、こっちも雨が降っていて、っていうカードなんですけど、水っていうのは愛を表していて、で、これね、雨は、何かを育む、植物をね、育んでっていうなくてはならないものなんですけどね、ものじゃないですか。
まさにテヒョンさんはそうなんですよ。雨なんですって。うん。なくてはならない存在で、本当にこう、愛を知ってる子というか、愛を知ってる人というか、なんか柔らかい愛を持ってる人を、なんかそういう風に、で、癒しの人、癒し系って言ってますね。癒される。テヒョンさんの愛で、すごく癒されるっていう風に言ってます。あ、なんかじわーっときますね。なんかこのね、緑の色もね、テヒョンさんらしいですよね。なんかほんと、みんなこういう緑を持ってるんだろうなって思います。でね、こっちもね、なんか溶岩がありそうな感じなんですけど、雨が降ってるところにはちゃんと花が咲いていて、このね、これはメンバーたちの心に咲く花なんですよね。だからみんななんか何かしらの形で多分テヒョンさんに癒してもらったことがあるんじゃないかなって思います。ね、いつもね、なんかテヒョンさん、こう、お世話をどっちかっていうとお世話されてるような感じなんですけど、結構ね、見えないところでみんながね、やりたがらない仕事をやってたりとかするんですよね。ボンボヤージュの時とかに、私それをすごい思います。いつもなんかこう、またなんかこう、裏の仕事やってるというか、みんながね、嫌がりそうな仕事を結構ね、進んでやったりとか、そういう面でも頼りにされてるんだろうなって思いますし、みんなそういうところにね、すごく癒しをもらってるっていう風なメッセージが来ます。なんかこれいいですね。なんかテテペンの私としてはすごく嬉しいカードがいっぱい来てる。そしたらね、次に、テヒョンさんがアーミーたちのことをどう思ってるかね、聞いていきましょう。はい。これはカードね、3つ引きます。採用しましょう。はい。ではね、全部見ていきましょう。はーい。天使。天使だって。で、なんか薬？それから、聖域。なんか、テヒョンさんらしい表現が来てますね。で、なんかね、星。アーミーは星って言ってます。そしてね、僕を全部肯定してくれる人っていう風に応援してくれる人だってまず言ってて、で、アーミーは星だって。で、僕を輝かせてくれるし、アーミー自身がすごくキラキラ輝いてる。どっちかっていうとそっちのメッセージが強いですね。アーミー自身がもう星だって言ってるんですよ。一人一人が星って。このね、紫の空の中に光がいっぱいあって、これがアーミーだって、一つ一つの光がアーミーだっていう風に言ってます。星。そしてね、聖域のカードが逆できたんですけれども、これはね、逆、なんか、地球に、天国を作るっていう計画があって、で、それでね、レムリア計画っ
ていうのがあって、それはもう本当神話とかの時代の話なんですけど、私もねそんなにここ詳しくないんですけど、なんかこうそういうね神話のお話じゃなくって、アーミンは現実にあるこう聖域、実際の場所とかじゃなくって、アーミーっていう団体が、ファンダムがもう聖域なんだっていうね、決まった人しか立ち入れないすごく特別な場所、アーミーは特別、特別って言っちゃうとなんか安いけど、もっとなんか神聖なものですね。なんかテヒョンさんは自分が触れていいのかなみたいな、なんかそんな感じで、星のように輝いていて、なんか欲しい、欲しいなーっていう感じですあの光に手が届いたらいいのにっていう感じなんですよね。これがまさに手が届いたらいいのにっていう感じでね、手を伸ばしてる、そういうカードが来ますね。そういうメッセージが来てます。そしてね、これね、魔女のね薬っていう、カードなんですけど、薬ってちょっとねこれ私 に来るメッセージとしては、毒にも薬にもなるっていう感じなんですよね。で、これちょっと私言うの嫌なんですけど、テヒョンさんのことを結構この悪く言う人って一定数いるんですよ。で、その人たちの声ってテヒョンさんにも届くんですよね。で、彼はそういうのにすごく敏感で、世界中みんなに好かれたいっていう子供みたいなね、ピュアな願いを持っていて、自身も平和主義なので、テヒョンさんはね、嫌いな人とかっていうのはね、いないんですよね。苦手な人がいても。テヒョンさんのことを苦手な人もいるし、テヒョンさんがちょっと苦手だなって思う人もいるんですけど、別にその人のことを嫌いになったりはしないし、できないんですよね。なので、テヒョンさんにとって、この魔女の薬っていうのは、なんか毒にも薬にもなるっていう風なメッセージが来ます。もちろん辛い時に癒してくれるのもアーミーなんだけど、悲しいことに僕を傷つけるのもアーミーなんだよねっていう風に、言ってますね。だからそれはすごい悲しいっていう風に言ってます。出るかなって思ってたメッセージが出た。なんかこう、ベガスコンのあたりかな。失礼しました。電池切れです。カメラの、すいません。ベガスコンの時に、なんかテヒョンさんがもうコンサートやりたいのかなーって思ったことがあって、その時ね、なんかいろいろね、彼自身も大変だったんですよね。で、私、ツイッターをやっていて、そこでね、BTS の情報をいろいろ仕入れてもいるんですけれども、なんかその時にもね、あんまりこう、いい話っていうのがね、来なかったんですよね。入ってこなくて、その時はね、私もすごい悲しい思いをしていたんですけれど、こう、ね、やっぱりその、自分がね、もう本当にこう、聖域だと思っているぐらい、星だと思っているぐらい尊い存在から、なんか罰を下されたような気分、毒を仕込まれたような気分だったっていう風なメッセージが来ていて、ただね、立ち直りつつはあるし、今はね、だいぶ改善していて、薬になっているみたいなんですけど、毒と薬って、ほんと紙一重なんですよね。分量間違うとダメだし、とか、なので、なんかそんな感じですね。こう、表裏一体というか、そういうカードが来ました。このね、カード自体を、リーディングで使うのも初めてで、なんかどんなメッセージが来るんだろうとか、どういう風にって思ったんですけど、テヒョンさんの時になんかねこのカードに呼ばれた気がして使ってみました。なんかいいメッセージでした。私にとってはすごくわかるよっていう感じのメッセージでした。はい、じゃあね、天使のカードいきます。
ね、なんか調和するっていう感じなんですよね。でもね、調和するっていうカードなんです。このラグエルっていう天使は調和の天使で、こうね、正義とか調和とか、そういう風な、解決、問題を解決していくっていうカードなんですけど、なんかね、これね、ちょっと違う意味でメッセージが来てて、まずね、すごい紫なんですよ。紫でキラキラしていて、で、大きい天使。なんか、その紫のね、BTS の色で、その天使っていう感じなんですよね。なんか紫の天使。そういうイメージです。どちらかというとこっちに近い感じ。うん。なんかこの中にいそうな感じじゃないですか？うん。このね、この紫の海からふわーってこの天使がね、降りてきそうな感じ。そんな感じなんですよね。デヨンさんのアーミーへの気持ち。天使、聖域。そんな感じですね。なんか私はすごく納得いく、テヒョンさんのね、パズルのピースがこうギシッとこうのり付けされたみたいな感じですね。天使ですね。なんかあんまり深読みしないでおこう、テヒョンさんのことだから聖域、星、そして薬、天使です。癒しの存在のテヨンさんが、アーミーのことはもう尊い存在だと思っているって言ってます。なんか星のように遠いけど、触りたい。なんかそんな感じの、ねえ、これがなんか象徴的かな。はい、そう思います。はい。そしたらね、一回、ちょっと、アイキャッチを入れて、テヒョンさんのね、今年の運勢というか、まあ、状況とテヒョンさんの気持ちの変化っていうのを見ていきたいと思います。少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。そしたらですね、私もまだ中身見てないんですけど、こっちのウィザードタロットで、テヒョンさんの状況、周りの状況を見ていきます。そして、こっちのグリーンウィッチーズタロットっていうので、テヒョンさんのお気持ちざっくり見ていきます。ここからはね、ほんとざっくりになってしまうんですけれども、見ていきたいと思います。なんかね、テヒョンさんのカードをね、選ぶときに、魔女系のカードというか、さっきのね、この黒いカードもそうなんですけど、魔女系のカードが多かったんですよね。なんかこう、パン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 って決まっていって、なんか、テヨンさんのカードはすごい独特になりましたね。結構みんなと違う感じになりました。まあみんな、みんなもそれぞれ独特ではあるんですけどね。はい。ではね、3ヶ月ごとぐらいで見ていきましょう。はい。ここはね、1月、2月、3月についてはもう終わっちゃってるので、はい。なんかね、1月は、なんかね、周り的には、テヒョンさん、そっか、なんか、周りが、動けなかったんですよね。多分テヒョンさんのために。なので、なんかテヒョンさん自身は結構落ち着いて過ごされたみたいですね。で、2月になって周りテヒョンどうするんだろうみたいな感じになって、自分もなんかどうするんだろうみたいな感じなんですよね。で、こうなんかちょっと不安になってるというか、なんかちょっとした問題があったかもしれないですね。誰かに盗作されたとか、なんか盗作、なんか盗まれるみたいな感じのイメージなんですよね。で、3月になったら、なんか周りのね、情報が、こう、周りがね、なんか新
新しく始まってる感じなんですよね。韓国って確か3月に学校が始まるんですよね。で、なんかそうなんだけど、テヒョンさんが、なんかどっか遠く行きたいみたいな感じになってるんですよね。実際旅行に行かれたかもしれないですよね。なんか北海道で見たっていう情報が私のとこ入ってきたんですけど、3月かな ?2 月かなあれ。なんか旅行行きたいな、みたいな感じで。はい、来てますね。もう行かれたかもしれないですね。ちょっとなんか休憩したいっていうカードが出てます。はい、では4月以降見ていきましょう。カップの8。剣の3。6。剣の6。はい。じゃあ4、5、6月で見ていきます。はい。状況としては、なんかあんまり穏やかじゃなさそうなんですよね。なんでだ?なんか6月にね、怒られてるんですよね。なんだろう、これなんでだろう。6月にね、周りがね、結構テヒョンさんにね、対してね、なんかイラついてるんですよね。で、5月にもなんかテヒョンさんに選択を迫ってるようなカードがあって、なんか周りがあんまりテヒョンさんに構ってないというか、なんか構ってないけど、いきなりなんかこれどうするのみたいな感じのことを聞いて、まだできてないって言ったら怒られるみたいな、なんかそんな感じなんですよね。で、テヒョンさんもなんかそれに対して、こう、なんか4月はほっとかれてラッキーみたいな感じで、結構自分のペースでね、何か作業をされたみたいなんですよね。ただ5月になった時に、なんかこれどうするのって言われたことに対して、ちょっと多分自分が準備されてたものと違った感じなんですよ。で、そしたら、なんか急に不透明になったっていう、未来が見えなくなったみたいな感じになってて、で、なんかそれが、それで、でも6月になって、まあ、ねえ、なんかみんながもう知らないみたいになってるから、自分もいやいや始めないといけないみたいな感じで、こう、テヒョンさんってね、基本感性の人なので、思考が苦手というか、なかなかまとまらないというか、ライブのね、メントとかでも突っ込まれてたりするんですけど、感性の人なので、パッと出たアイデアとかは素晴らしいんですけど、こう、練って練って出したアイデアみたいなんて、あんまりなんかピンとこなかったりとかね、そういうことが多分あると思うんですよね。はい。7、8、9を見ていきます。はい。7、8、9。はい。ですね、状況からです。7月、8月、9月。なんか、8月にもまた怒られてそうだな。8月、9月にもなんか選択を迫られたりとか怒られたりしてそうなんですよね。なんだろう、誰?私のとか言っちゃったけど、テテを怒るのは誰?本当に。まあ、会社の人でしょうね。大人たちに怒られてるって感じですね。7月、なんか誘惑が断ち切れないカード。依存のカード。なんか寂しくなってるのかな。ジンさんに会いたいのかな。テテはジンさんすごく好きですよ。なんかね、もう寂しくなっちゃってる。なんか、どこに行っていいかわかんなくなっちゃってますね。7月。で、8月に怒られてなんかすごくしょんぼりしてるし、9月に、でもね、9月は会社の選択と自分の、会社の、その、判断と自分の気持ちがなんか合致するみたいですよ。仕事がいいのは9月ですね、多分。9月に何かやっと実りがあるみたいです。しかもね、結構大きい実りがあると思います。地道に今までやってきたこととかが結構報われる感じなのかな。
なんかソードのカードが多いのがね、テヒョンさんらしくないなっていう感じなんですよね。うん、テヒョンさんはね、カップか、まあ、ワンドか、どっちかっていうとカップか、コインのカードかな。うん、なんか地道にね、コツコツやるっていうのも、別にできなくはないんだけれど、ちょっとね、コツコツさが、なんか、コツって感じなんですよね。やる気が出た時しかしないから。じゃあ、10月以降見ていきましょう。はい。状況ですね。うん。9月にはね、なんかいい感じなんですけどね、9月と12月が仕事はいい感じですね。平気はいかなさそうだな、なんか一番最後に行く気がするんですよね。はい。なんか10月にもしかしたら、ウガファミリーの兄さんたちとまたなんかするのかな。うん。11月があんまり良くないですね。なんか会社の気持ちと自分の気持ちが合ってないですね。で、ないと、うん。うん。なんかね、12月になんか会社でね、テヒョンさんについて大きい決定があって、ただね、自分は、ちょっとなんか違うんだよなーって感じなんですよね。なのでね、この時にもしかしたらね、兵役の決定をするかもしれない。うん。ただね、まだ行くっていう感じじゃないですね。はい。テヒョンさん兵役どうなんだろうな、どう考えてるのかちょっとわからないですけど、ただね、あんま今年中に行く感じじゃないんですよね。なんか踏み出すカードがあんまりない。現実逃避したいとか、3月にねちょっと現実逃避したいなっていう感じも出てたんですけど、なんかね仕事のカードが多いですね。そしてあんまり順調に進んでなくって、9月ぐらいまではあんま芽が出ないかなっていう。4月とかは、4月じゃないな。うん。7月とか8月とかもう途方に暮れちゃってるし。うん。そうですね。4月、来月はね、割かし、ちょっとゆったり過ごして、なんか自分のね、作業とかもはかどるって感じなんですよね。4月と、それからね、9月。うん。そこがいいかなーっていう感じですね。テヒョンさん的には。9、10はまあまあ、うん。いいと思います。はい。安心して見てられるかなっていう感じですね。テテペン的には。はい。では、ちょっとざっくりなんですけれども、テヒョンさんの2023年のリーディングは以上になります。ではね、最後に、助けてくれたカードたちを紹介します。ね、まずは、私の気持ちもある、この、ね、電球なぎちゃん。はい。Bring your ideas to life。ね、あなたが、こうパッとひらめいたアイデアを人生の中に、生活の中に取り入れていきなさいっていうカードで、これメッセージだけ見たらすごいテヒョンさんっぽいなって思って、それもあってね取り入れたのもあります。はい。電球なぎちゃんです。はい。そしてクマちゃんですね。ブラウンベアスピリット、 Take time out。 時間をかけてって感じですね。時間はかかりますね。結果かかったっていう感じでしょうけど。はい。で、be generous of spirit。なんか、魂に尊厳？威厳？威厳を。あ、でもこれ最初のメッセージとテーマと重なりますね。なんかこれも、大人としての威厳を持ってって感じなので、なんかこれ縦紙に見えなくもないし。で、これですね。これね、Let Spirit be your guide。 魂に従ってっていう、なんかまさにテヒョンさんのカードだなって思いました。なのでね、ちょっとこの子と目があったのもあって入れさせてもらってます。はい。以上ね、4名の方にお手伝いいただきました。スペシャルサンクスです。ありがとうございます。はい。そしたらね、テヒョンさんはアーミーのことはね、
あの天使だと思っていて、お薬だと思っていて、そしてね、聖域、星だと思っている。手を伸ばして届きそうだけど届かない星だと思っている。そしてね、私ね、今日ね、あのメンバーのところが結構一番しっくりきました。なんかテヒョンさんにすごく癒されてるっていう風なね、なんかメンバーからテヒョンさんへの愛っていうのをみんなあんまりね言わないんですよね。なんでテヒョンさんに対して言わないのかな、かっこいいとかばっかり言ってるからって思ってたら、なんかね、こうテヒョンさんあまりにもね、こう優しすぎて、みんながね、こう気づかないうちにそういう風な存在になってるんだろうなと思って、でもみんなちゃんと気づいてた。うん。なんか BTS のね、7人のチームの凄さというかね、それを改めて感じました。あ、テヒョンさんのことを7人ね、他の6人はちゃんとわかってるんだなっていう風に、これをね、すごく見て感じました。うん。これはすごい良かったです。私にとっては。うん。素敵な発見。っていう感じでした。ね、テヒョンさんがね、アーミーのことをね、どう思ってるかっていうのも、なんかね、やっぱり、それぞれ個性は出るんですけれども、テヒョンさんらしい回答だなーって思う部分でもありました。はい。ではね、テヒョンさんについての、リーディング、メッセージここまでになります。はい。他のね、メンバーの動画も、すでにね、ジンさんから順番に出しているので、よかったらそれもご覧ください。ではね、他のメッセージ動画もよかったら見てください。ありがとうございます。ルカでした。失礼いたします。